みんなには内緒だよ。来た？かかり込むよこれ。あ、ミニゲーム的なもの。かけたルピーが増えるか減るか20ルピーで一発勝負だ。あんたやってみなよこれ。来た。逃げ出すってなんだよこれ。一旦セーブしてからってことなのな。やってみようじゃねえか。箱当てる？これ。お、やったー！よし、セーブ。え、これ、うまくやればめちゃくちゃルフィ増えるんじゃねえのな。あれ、終わり？え、終わっちゃった。何回もできるんじゃねえのな、これ。あ、来た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 ！よし。よし、これでもう一回やろう。ここ。来た！よっしゃー。でもあなたは順調に増えてる。20か。20だと意味がないから。50！ 来た！よいしょ。払ったとか？じゃあここにセーブをして20。もう一度1。もう一度50。よいしょ。で出て出て入って会話してからセーブして引いてロードを繰り返していく。来たー！よいしょ。すごい！すごいのー！よいしょ。オッケー！ 500 超えたー。これもっと必要かなー。来たー！ 550！ よいしょ。580。オッケー。まだいける、まだいける、これまだまだいけるぞ。これさ、999がマックスかな。50きた。よいしょ。50。よいしょ。まだいけるやろ。50。よし、きた。よいしょ。900もあればもう余裕じゃねえなのかな。50。でもみんな当時これやったんでしょ。900まで貯めた人なんていないでしょうから、うなたんが貯めてみせるなら。どこでもセーブの力を見ろ。来た、800。これが現代のゲームなのだよ。みんな昔のゲームを現代で遊ぶ、こういう仕様なのだ。50、あ、900来たのな。999だね、きっと。上限は。こういう昔のゲームは999が限界なのだ。お、999なったー。ほら、来たー。よし、満タン満タン。このお店大丈夫かな。着いたよ、着いたよ。あ、これがゾーラ？いや、このわしに言おうかな。水かきくれるなら、ちょっと寄っただけ。ちょっとじゃねえぞ、ここまで来るの。
よかった、999あって。ただでも、いや、じゃあ500ルピーくれたら売ってやってもいいぞ。あ、ここちょっと寄っただけの気持ちに来て500ルピーなかったら結構しんどいのね。お姉さんが貯めた500ルピー使う時がやってきたようだ。サラダボー、口から出てきた。ん？大妖精？なんだこれ、幸せの泉。ルピーを投げると望みが叶います。え？何の願いが？5ルピー、20ルピー。何、幸せって。何？5ルピー、5ルピー増えた。今日のあなたの運勢は中吉です。微妙なのよ。どんどんお金を入れろってこと。20ルピー、わ、20ルピーが25になった。95、中吉、5。あなたの望みを叶えましょう。お金で叶えてるだけじゃねえかよ、この大妖精。妖精、妖精さんなのにお金かよ。もっとさ、あるじゃん、優しさとか勇気とか、そういうな、そういうファンタジーっていうか、もう、なんか素晴らしい感情のもとに動くんじゃねえのな。お金かよ。なんなのら？なんてこった。世の中お金なのか。両方やっておきたいと、まさか200ルピー入れなきゃいけないってこと。私があげられる小さな幸せです。お金やん。な、ん？待って。ただ、お金入れて、増やしてくれただけで、幸せとかじゃ、なんだこれ、幸せ？幸せって何なのだ？わ、一気に50ルピーいけるようになってる。50ルピー。来た。え、刻んでくの、もしかして。今、矢の本数5増えたけど、もしかして。一気に増やしてくれるわけじゃないのこれ。おい、刻むんかい。ガメツドラー、まだできるぞ。マジで刻むのな。矢を持ちたい。あ、40になった。これまだまだいけるのだか。おお、お金がどんどん減ってく。上限あるのだから。矢まだ持てるのだけだ。マジ刻まれてる。あ、もうお金ない。あと1ルピー足りねえな、あれ、これ。100、もう一回。よいしょ。まだまだ、まだまだ入れるぞ。ほれ、どんどん上げるぞ。ほれ、どんどん持っていけ。ゼロになった。矢を持ちたい。45、999あったルピーがもうすっからかんなのだけど。なんなのだ？あ、妖精さんだ。全部食べてやる。